キング・ウィリアムズ・タウンは南アフリカ共和国の都市。人口は34,019人。2011年。東ケープ州のバッファローシティ地方自治体に属し、バッファロー川沿いに位置する。インド洋に面する港湾都市イーストロンドンからは西北西に位置する。2021年2月23日、キング・ウィリアムズ・タウンからクワンスへの解消が発表された。 キング・ウィリアムズ・タウンは、アマトラ山脈の麓の標高389メートルの地点に位置し、農業地帯の真っただ中にある。バッファローシティ地方自治体においては、イーストロンドンに次いで2番目に人口の多い町であり、美書よりも多い。民族内訳では、黒人が約65%で最も多く、次いでカラードが約26%、白人が 約6%を占める。また、母語は喋別の統計では、コサ語が約55%で最も多く、アフリカーンス語が約27%、英語が約14%となっている。キング・ウィリアムズ・タウンは、交差戦争中の1835年5月に建設された。 町の名前はウィリアム四世にちなんで名付けられた。この町は1836年12月に一度放棄されたものの、1846年に再占領され、1847年には、この地域を植民地化したカフラリア植民地の首都となり、1865年にカフラリアがケープ植民地に併合されるまでその地位にあった。 1877年5月5日には、イーストロンドンとを結ぶ鉄道が開通し、インド洋と交差人の地を結ぶ鉄道の拠点となった。キング・ウィリアムズ・タウンは、牛や羊を飼育する牧場地帯の中心部にあり、織物、石鹸、ろうそく、菓子、衣服などの工場が存在する。キング・ウィリアムズ・タウンの出身者のうち最も著名な人物は、 黒人解放運動家のスティーブ・ビコである。彼は1946年にこの町で生まれ、1973年に政治活動を禁じられた後は1977年に政府によって殺害されるまでこの町で南京化にあったが、この町で南京されている間にも共同体の診療所プロジェクトなどいくつかの草の根プロジェクトを成功させ、名声を得ていた。ありがとうございます。